フィリップ・ジェームズ・ベイリーは、アメリカのコロラド州デンバー出身の R&B、ソウル、ゴスペル、ファンクの歌手、ソングライター、ミュージシャン、音楽プロデューサー。ファルセットボイスが特徴で、特に、アース・ウィンド・アンド・ファイアーのメンバーとして知られ、敬験なクリスチャンでもある。フィリップ・ベイリー1951年に、父エドワード・アルバーナ・ベイリーと、母エリザベス・クロスランドとの愛の子として生まれた。 少年時代からアートブレイキーとマックス・ローチとサラ・ボーンなどに憧れてイーストハイスクール在学中に音楽を始め後に共に UF のメンバーとなる後輩のラリー団と共にミスティック・ムーズを結成してソウル・ミュージックとジャズを演奏したその後メトロポリタン大学デンバー校とコロラド大学に合格してコロラド大学に進学した 在学中の1969年から1971年に地元のバンドのフェニックス・ホーオンズのボーカリストとドラムスをしていた。大学卒業後の1972年にロサンジェルスに移り、ユフのリーダーのモーリス・ホワイトにスカウトされて、ラルフ・ジョンソン、ラリーダンと共にユフに加入した。フィリップはモーリスと共にツインボーカリストとして活躍した。 1990年代後半に、モーリスがパーキンソン病にかかり、一戦を知りいてからは、彼がユフの二代目のリーダーとして、モーリスの弟のバーダイン・ホワイトとラルフ・ジョンソンと、共に現在に至るステージで統制を取っている。ソリストとしても活躍しており、イギリスの元ジェネシスのフィル・コリンズや、エリック・ベネーラとデュエットしている。特に、1984年に発表された、 フィル・コリンズとのデュエット曲、Easy Lover ーーは、全英1位、全米2位の大ヒットを記録した。また、1986年のソロアルバムトライアンフで、グラミー賞最優秀男性ゴスペルパフォーマンス賞を受賞した。その他にスティービー・ワンダー、ホールオーツとも交流がある。2回の結婚歴があり、最初は、同業のジャネット・ハッチソンと結婚して、後にユフの、 バックボーカリストのクリスタル・ベイリーと結婚するも、2回も離婚した。なお、ジャネットとの間に、父と同じミュージシャンで、現在のユフのメンバーである息子のフィリップ・ベイリー・ジュニアなど、7人の子供を設けている。娘のピリ・ベイリーも音楽業界で働いている。現在は、シンガーソングライターのバレリー・デイビスと3回目の結婚をしている。ありがとうございます。